寒いだ、寒かっただろ東京それ。よろしくお願いします。遊びに来ました。来るよね。来ちゃうよね。お疲れ様です。村上に行ってきます。赤星龍二郎ノーギャラです。沖縄旅行です。先輩にただ遊びに来ないかって言われてきました。以上、沖縄遊びに来る。やっぱ、場数が違うから。人を誘うのにも。いやいや、いやいやいや。ご飯に来ました。あ、ムービー。ムービーです。どうも。じゃあ、お疲れ様です。沖縄初日。ありがとうございます。お疲れ様です。食レポお願いします。食レポ。モズク酢の。沖縄名物のモズク酢でございます。これはこれは。こちらは勢いがあ、酸っぱさが本当にちょうどいい。まあ、そしてユーズの今いいこと、勢いがすごいいいです。もずくも何が一番の評価か、喉越しだ。すごっ。何でも早いです。天ぷら20個500円だっけ。天ぷらはポイントはウスターソースね。ウスターソースに七味をいきます。ウイスター七味にしてます。これこちらはもう買い食いで、学校帰り買い食いで天ぷら食べるときの完璧なんです。すごい。魚だった。イカであってほしかった。おいしい。このフーチャップみたいな。フーだけでしょ。こういうのを、こういうのをフーチャップみたいな。やばいぞ。ちゃんと火を通すね。これ何？これスーチカーって言って。スーチカー。スーチカー。あと豚の塩漬けしたやつね。酒のあてに最高。シークワーサー搾って。シークワーサーと豚は前世結婚したんじゃないかっていうぐらい合うから。あ、これはビールとかハイボールよりやっぱ泡盛が合う。もう豚肉と泡盛の相性は前世結婚したんじゃないかって。平屋チーです。沖縄といえばそう。沖縄版チヂミみたいな。そうですね。チヂミでもあり、ホットケーキでもあるというか、食事でもあるんだけど、なんかおやつ代わりに、なんかホットプレートで子供の時とか。
切れ味作って、ちょっとから、用途としておやつっぽいって考えたら、そのホットケーキ的な海苔もちょっとあるような欧米スタイルだから、基本的に欧米スタイルだから、そういうニラが切って、シンプルなんだ。シンプルがゆえにニラが、唯一の具材のニラが生きてる。唯一なんだ、うん、これはあれ、地域によって味違う、基本一緒、基本一緒、基本一緒、うん、お持ち帰りもしました、ごちそうさまです。全部食いきれんかったわ。めっちゃ残ってます。今から帰って配信ですか。そう、今から配信。みんなまだ現時点では、はい、これは今収録してる時点では、はい、裕次郎が来てるっていうのは知らないから、これからの配信で、実は裕次郎も来てましたっていうのをアップしようと思ってます。はい、了解しました。よろしくお願いします。とりあえず風呂入ってからだな。そうだね。じゃあタクシー捕まえたいと思います。おはようございます。おはようございます。2日目です。眠いです。眠いが、しかし配信をやっています。今配信始めました。おはようございます皆様。俺顔むくんでないかな、いつも通りかな。朝こぱん、近所のパン屋さんの、うまっ。あ、メイグさん、メイグ久しぶりですね。どうもどうも、天気いいよ。どれでもやっぱ僕は好きなんだな、幸か不幸か着替えは持ってるし、宝物は握るママさん、揺られて来たんだこの人生を。通称エンダーにやってまいりました。はい、これから頼みたいと思います。はい、このプッシュをします。まず、はい、ご来店ありがとうございます。こちらこそ。順番に予定いたしますのでしばらくお待ちください。はい、やっぱりA&W は中の店舗で食べることももちろんいいんですけど、こっちの良さはやっぱり車の中でこうやって全部に受付があって、うん、車の中で注文してもらって、この中で食べるというね、良さがあるんで、結構だから、休日になるとバイカーの人たちが。車の中で食べるんですか？車の中で食べる、みんな食べてから、ここでその もらいますね、うん、お金払いますね、うん。で、車で食べてからそのまま行く。っていう。のがスタンダードですね。ようこそA&W へ。10番でお待ちのお客様、お待たせいたしました。ご注文お決まりでしたらお受けします。はい、メルティのシングルを2つ。メルティシングルを2個。コンボでお願いします。はい、コンボのサイドとドリンクお願いします。カーリーフライとコーラで。はい、2個ともカーリーフライコーラでよろしいでしょうか？はい、それでいいです。はい、かしこまりました。以上です。
はい、メルティーシングル2個、カラシフライのコンボが2個、コーラを2個お付けします。ご注文は以上でよろしいでしょうか。はい、山村さん、じゃあ、はい、届きました。 A&W、 A&W っていうのはアントニーさんだったら、ちょっと忘れたけど、そう、ワシントンさんから忘れたけど諸説あります。2人のね、うん、お医者さん、うん、の名前だった。健康にカーリフレーズをで、マックとか、うん、そういうところではだいたいセットって言うけど、セットじゃなくてね、エアの W はね、うん、コンボって言うんですよね、うんうん、そう、今日は私の大好きなメルティーを食べました。メルティーの2種類のね、違う種類のチーズがねとろけてね、でアメリカな感じのタルタルソースみたいな、うん、もっとタルタルソースももっとタルッとしてないプッドルーしてる聞き覚えがある。あと、うん、やっぱ何がいいって、やっぱ肉が肉肉しいよね。メイドインジャパニーズじゃないから、肉が本当に肉肉しいから、アメリカのハンバーガーだなって感じがする。これをシングルとダブルがあるんですけど、じゃあハンバーグの数ですか。そう、ダブルにしたら肉が2つ。これをいただきます。うん、断面見てください。バリア美味しい普通の感想。これはとっても美味しい。沖縄ヤンバルにしか生息してない植物とか、あのいろいろたくさんありますので、まあでも今回は大石林山のこのあれを見るというよりは山川さんに会うという非常に珍しい生物に会えるってことですか。ヤンバルクイナより数少ない。いいですね。あ、タオル洗ってる。あ、すみません。お忙しい時に。どの角度からがいいですか。中南部からあれ買いに来るけど。めっちゃいいじゃん。やば、ちょっと2人で。
もうこれ回ってますけど大丈夫ですか、うん、おはようございますこれから朝食食べて、はい、食べ終わったら海どうですかお母さんの味はぶれない迷いがない最高です。朝ごはんいただいてます。ありがとうございます。うわ、美味しそう。これが慎吾特製の、慎吾特製のカレーでございます。なんかパクチー、うん、パクチー俺パクチー苦手なの。俺好き、ちょうだい。じゃあちょっとユージル投げる。しかもめっちゃ好き。あ、マジで、あ、マジで、うん、じゃあユージルの投げる。家のサラダとかのパクチー入れちゃう。うわ、めっちゃ美味しそう。パクチーは嫌いだけど、パクチーは俺のことどう思ってるのか気になる。これカットしといていいですか。パクチーはもしかしたら俺のこと好きかもしれない。だったらちょっと気を、はい、申し訳ない。ありがとうございます。さあ、同級生のカレーでございます。はい、その本当はパクチーが乗ってます。いや、そうです。僕はパクチーが僕のことを嫌いらしいんです。パクチーはそれ先に取ったんで大丈夫です。いただきます。はい。まず今日ね、本日のメニューのチキンカレープレートなんですね。チキンカレー。そう。いただきます。あ、日によって違いますか。牛すじがあったりとかいろいろ。あのね、このカレーの特徴は全然辛くないんですよ。だから好みで自分でスパイスを調整する、はい、で辛いの好きな人はスパイスを取って、あ、美味しい、あ、美味しい、あ、消えた。誘惑に負けて寄り道もして癒しがやった。
作り出そうとしておりますが、どこ山さん、私の目にも映りませんけど検証結果発表します。はい、虹っていうのは、はい、全然出てません。検証結果を発表します。はい。虹っていうのは簡単に作れません。たまに見れるから感動するものだと思います。はい。今何してるんですか。今バーベキューセットを洗っております。昨日の思い出を寂しいですけど。洗剤で洗い流します。まあでもだからこそ次に進めるところあるので、皆さんに見せつけるというのが一番の目標かな、意気込みかな。そうですね、途中まで回ってなかった。めっちゃいいこと言ったの。ちょっと後でもう一回同じこと聞くんで、同じ回答もらっていいですか。分かりました。もうちょっと変わってるかね、ちょっとじゃあ山田さんのギター少しいただいてもいいですか。はい、こんなんなりすぎて、あ、来てますね。はい、走ったのが飛んでる。
とうございます。右方向です。え、10月6日から続いた6、7、8、9、10、11、うん、6日間6日目ってこと今日イジロあんなに長く降る初めてだ沖縄でゆっくりしたの初めてじゃない。初めてマジで観光観光で楽しみ右方向です。そうだな、はい、斜め左方向です。ゆっくりお見送りしてあげたいけど、これからラジオ生放送なのでですね、300m 先、その後また、ごめんね、ごめんね、忙しい売れっ子で